はい、こんにちは。今回ねご紹介するのはこちらです。ペットのドッグフード、早食い防止用のパピーハンティングボールをご紹介いたします。皆さんねドッグフード与えているかと思いますけれども、ものすごくね早く食べてしまってですね、我が家のトイプードルとシーズー犬ですけれども、ちょっとね早すぎるんじゃないかということで、かわいそうではあるんですけど、このように少し食べにくい、少しなのかな、食べにくい食器を購入してみました。思った以上に大きくて深い、小型犬で大丈夫かというのが非常に心配なんですけれども、ちょっと時間を計ってですね、本当に食べるのが遅くなるのかというのをトライしてみたいと思います。そして最適な食事の、ね、時間ってどれだろうな、どれぐらいなのかなっていうのもね考えながらトライしたいと思います。今からですねご飯をあげますが、最近めっちゃ早いっす。待てだよ。よし、このようにですね高速に食べてしまうので、今回ね早食い防止の食器をちょっとトライしてみようと思いました。皆さんどうですかね、ワンちゃん飼われている方、結構早く食ってあっという間いなくなるのは悩まされてる方も多いんじゃないでしょうか。まだあるかな、終わった。はい、ただいまのタイム45秒1。1分とかからずですね食べてしまいます。ちょっとねこれはあまり良くないし、またねくれくれと騒ぐので、ではね早食い防止の食器どうかチェックしたいと思います。続いてですねこちらシーズー犬のココちゃん、女の子です。シーズーはね食い意地がすごいです。もう我慢できないということで、こちらもね測ってみたいと思います。こいつもね早いんですよ。あ、はいはいはい、よし、ちょっとタイミングを、なかなかねまだ待てが完全には覚えれてませんが、まだあるかな、はい完了。ただいまのタイム、じゃん、33秒です。はい、ということで、では今度はねこの早食い防止の食器を使うとどのぐらいになるかをチェックしたいと思います。ではこの早食いのね防止食器、こんな感じです。思った以上に大きくてね深い、大丈夫かな、何秒で食べられるでしょうか。待てだよ。よし、はい、開始しました。めっちゃ欲しがってます。ハウス。ではシーズーのココちゃんもこちらですね、ピンク色あげます。座れ、待て。ストップウォッチ返しました。もうものすごい勢いで食べております。そうこうしているうちにトイプードルのショコラくん亡くなりました。ただいまのタイム3分15秒。おお、もともとね40秒でしたかね、40秒50秒、うん、3分間しのげるようになりました。さあシーズー、ココちゃん苦戦中です。絶壁な顔なんでね、なかなか入らないと思います。
頑張って食べております。ちょっと深かったかな。まだまだ残っております。もう少しです。頑張れ。なんかね、ちょっとかわいそうな気がしますし、ちょっと深く、容器がね、深すぎたかな。ちょっとこれは大変ですね。一目散に食べてるんですけどね、結構ストレス溜まるんじゃないかな。残り一粒ですかね。おた？あ、この隙間に残ってます。完食です。時間8分40秒。もともとね、30秒で食べていたものが、こちら、早食い防止の食器を使うと8分ということで、ちょっと長いかな。皆さん、最適なご飯の時間ってね、どれぐらいでしょうか。もう少し浅いものにしようかなと思いますが、早食いにはですね、結構効果があると実際に秒数でね、測ってみて実感しました。ということで今回ですね、こちらハッピーハンティングボールご紹介いたしました。このようなね、結構中型犬用なのかもしれません。大きすぎたかな。タイプは今回このフラワーシェイプというタイプです。他にもこんな感じのパンシェイプというのもあるようですね。もう一つハートシェイプということで、このようになっている形それぞれあります。結構このフラワーシェイプ食べにくいと思います。なんかね、餌じゃないのを食べてるなと思ったらですね、こちらゴムの足ですね、ここについているものなんですけれども、これがね、非常に簡単に取れるので誤飲注意してください。ですので、もうこれ取っておいた方がいいですね。ズレ防止なんだと思いますけれども、こんな感じのゴムをですね、食べてしまいますので注意してください。ということで、参考にしていただければ幸いです。今回も見てくださりどうもありがとうございます。もうないよ。